はい、帰ってきました。ババーン、スーフェス80、スーパーフェスティバル80ですかね。行ってきました。まあ、10時半からってことなんだけど、まあ僕はね、11時にね、到着しました。あの、会場にはね。で、えー、ま終わるのが4時だったんだけど、僕は3時までいました。だから、4時間ぐらいね、もうみっちり見て回りました。で、まあ一応地図とかにもなってて、このパンフレットが、入場、入場証にもなるんだけど、パンフレットに地図みたいになってるんだけど、正直ね、 地図とか調べなくても、そんなに広くないんで、こんな感じの円形になってる室内のフリーマーケットって感じだから、こうね、回るだけなんで、ほんとに簡単に見て回れました。楽しかった。でも別にお店が少なくもない。4時間回ったけど、全然4時間飽きずに見て回れるレベルの、素晴らしかったですね。はい。でね、僕は特にね、抽選品とかは買ってないので、激レアっていうのはないとは、かもしれないけど、でもね、結構いいのはね、買いましたね。 まずは今回の目的、主目的って言ったらだけど、まあ、一番ね、あの、の、欲しかったやつで、欲しかった、一番行きたかったね、あの、メーカーさんで、アマプロさんの、ブース行きました。今回はね、最悪怪獣軍団、昆虫怪獣のバナンガを購入してきました。いろんなね、ウルトラマンの怪獣とかね、その、バイラスだっけとかの、 なんか、寄せ集めて、こう、会場でっち上げたみたいな感じのね、ことをね、昔、あの、アマプロのね、キー監督はね、あの、YouTube 内で言われていたんですけど、実際ね、キー監督ともお会いできたんですけど、まあ、お話はしなかったけど、お会いして、キー監督から直接購入はしました。はい。それ良かったです。嬉しかった。で、まあ、これ、バナンガを購入できました。正直ね、バナンガ以外にもいっぱい買いたかったんだけど、今回ね、あの、残ってたっていうか、今回、売られてた中では、 ちょっと僕はバナンガだけがちょっとピンときた感じなんで、バナンガを買ったんですけど、まだまだアマプロさんには魅力的なね、怪獣装備いっぱいあるんでね、また買ってきたいです。一応ね、この子はね、あのー、同じね、スーフェス内の中古店で購入しました。アマプロさんのね、え、名前なんだっけな忘れちゃったな。そょ名前急に忘れちゃったな。僕ね、この子一体持ってるんだけど、2000円だったんで、もう一体購入しました。か、は、わいですよね。まあね、今日はね、当中華だっけな。もうあったから買おうかなと思ったんだけど、ちょっとね、 あの、一番最初に売っちゃったんで、ちょっとね、スルーしちゃったっていうか、セーブしちゃいましたね。この後大量買いするんじゃないかっていう、心配があって。スタートはちょっと抑えめから始めましたね。で、次こちらですね。まあ、お馴染み。お馴染みかわかんないけど、ヤモマークさんですね。の大怪獣シリーズで、スシラのシューの中トローを購入しました。はい。やっとけっとけ。このサイズすごくいいんですよね。今の500シリーズサイズと同じぐらいかな。 シラの中トロ。一番欲しかったのはこの中トロなんですよね。昔僕ね、百均のお寿司のさ、マグネット使って、これのパチモンを作った動画あるんですけど、皆さん覚えてますかまあ、あるんですよ。それぐらいね、欲しかったんだけど、なかなかこれ売ってない。やっぱ人気なのかなでもね、今回別に、あのー、午後になっても全然いっぱい残ってましたよ、シラ。俺もっとね、シラって売り,売り切れるんかと思ったら全然買えるから、水風呂最高って感じですね。で、同じ山マークさんではこちら、魚グラを買いました。 はい。まぁ、あ、ちょっと、あれですよね。なんだっけランチューっていうやつかなもう魚をモチーフにしてるのかなギョグラ。この、ね、ギョグラも買いました。はい。もっと大きいサイズもあるんだけど一番小さいサイズで、まあ500シリーズサイズぐらいのやつで一番欲しかったやつなんで、嬉しいです。はい。そして、僕の大好き、ね、YMSF さんのね、ブースもあったので、YMSF さんに行って購入してきたのはこちらですね、まずは。えー、パープルヘドラ。はい。パープルのヘドラの、 ええー、そ俺は装備なんだけど、一応金具がついてて首からぶら下げてでもできるってやつ。あの、昔よくあったじゃん、そういうの。ペンダントって何て言うんだっけ。まあね、あのー、この、ね、ヘドラとあと、ゴジラのやつがね、2体あるんだけど、いろんなカラーが発売されてて限定とかでね、僕はいつもこのパープルが欲しかったので、今回ね、あったのでちょっと購入してきました。はい。限定何個って書いてあったけど、まあ午後のですね、3時ぐらいまでありましたよ。だから全然、 余裕を持って買えるんで、ほんとそういう意味ではスーフェス素晴らしいなと思いましたけどね。うん、いいですよ。そして、ね、同じみ、同じく、えー、YMSF さんで、マンモスですね。まあ、割と、えー、YMSF さんの新作になるんだけど、マンモスで、いくつかカラーあったんだけど、僕はこの、一応ノーマルが欲しかったんで、ノーマルを購入してきました。値段はいくらだっけなごめんね、ちょっとね、こんな感じでに、あの、値札が付いてる中古品以外は、ちょっとレシートがないので、ちょっと、ね、値段がね、 あの、覚えてないんですよね、正直。でもそんなに高くない ?3000 とか2000。これだか5000円くらいかな。確か、ごめん。もうちょっと安かったか、これちょっと言わないでおくわ、値段は。あの、間違えてるかもしんないから、正直、レシートないっすね。あ、そんでさっきのね、ヤマ,マークさんでか買ったら一応ね、キューピちゃんーもらったんですけど、まあまあ、これは置いといて。で、次が、えー、こちらですかね。メーカーさんで買ったもので言うと、これかな。えっと、ドライブヘッドじゃなくて、レスキューフォースの、あの、藤岡博さんですね。これ見えるかな。 藤岡博士さんの顔になってんだけど、そう、藤岡博士さんも多分出たのかななんかで。ちょっと待ってね。ケーブルが、えっと、藤岡博士さんが多分レスキューフォースかなんか出たのかななんなのかちょっと多分出たんだろうね。劇場版トミカヒーロー、トミカヒーローレスキューフォースに。多分出たんだと思うんだけど、その時のやつで、一応ね、藤岡博士ファンクラブでしか買えないやつらしいんだけど、 なんか今回販売したのは激レアとかなんか店員さん言ってましたね。以上、直筆サインも入ってます。正直よしさんの。はい。まあこれ4000円だったっけな。まあまあまあ、これもかっこよかったから買いました。正直、箱なしで、このフィギュアだけでも俺4000円で多分買ったと思う。新品だった。っていうかまあ、まあただメーカーさんから買うっていうことになったらよ、箱なしでサインなしでも4000円で買ったレベルでフィギュアいいんですよ。今度開封してちょっと開けてみますね。はい。 あと、そうだ。あと、これだ。これ、これ、これ。これ、アブノーマルトイズさんでいいのかなメーカーさんアブノーマルトイズさんだと思うんだけど、もうデラックスジョイントボッツっていうね。これね、装備じゃないんですよ。3D プリンターで作ってあるんだけど、そう、装備ではないんだけど、プラモデルとかと同じ素材って言ってたかなあの、軽く簡単にね、あの、組み、組み上げるっていうか、はめてこう、組み立てると、すげえかっこいいロボットみたいな感じになるんだよね。これね、出来上がり品がめちゃかっこよくて、 正直、装備じゃないから買わなくてもよかったんだけど、やっぱね、こういう 3D プリントのプリントとかね、メーカーさんが作ってるやつだし、直接買えたし、すごいね、良かった。これ4000円くらいだったんだけど、全然、あの、満足いくも、のですよ。今度はこれちょっと動画にしますわ、これ。アブノーマルトイズさんのね、デラックスジョイントボックス。めっちゃかっこいいから、これ。一応シリアルナンバーも入ってるんだけど、ほんと、かったらすね、これは買え、これはね、全く知らなかった。今日行って、お店の前に行くまで知らなくて、チラッと見たら、あれかっこいい装備あるんなと思ったら、 装備じゃなかったんでね、触ってみますかって言われて触ってみて、そしたら装備じゃなかった。でも、めちゃくちゃかっこいいんだよ、これ。しかもね、なんか質感もすごいいいし、3D プリントでこれいいのはね、将来僕作りたいっす。はい。で、これが以上かな、あの、メーカーさんから買ったというか、直接、あの、中古じゃなくて、その新品でメーカーさんから、あ、ま、これは中古だけど、メーカーさんから買った装備とか、こういうおもちゃはね、以上かなと思います。そして、 そして次が中古で買った創意ですかね。まあこちらですね、まず。これ。これがまずなんかね、店員さん曰く、海外の、なアメリカだっけの、なんか妖怪のボスらしくて、まあその創意で。これ300円で買ったんですけど。と、あとこれが日本のやつかな。これもなんか同じシリーズというか、なんか、若いやつかな。あれ。なんかお、説明受けたんだけど忘れちゃった。<laughs> まあちょっとぬられひょんではないんで。なんだっけ前、まあ、ちょっとね、詳しくはちょっと置いといて、これも可愛かったんでね。 両方買われたんで、300円300円で買ってきました。2台で600円ですね。まあ、300円300円で。はい。そして、まあ、これ辺から行くと、これですね。まあ、普通なんだけど、これは。マーベルレジェンドかな多分。多分、マーベルレジェンド的な、あれ違うかもしれない。まあ、とにかく、まあ、武器も揃ってるガモーラのアクションフィギュアが、なんと1500円だったんですよ。これは買うでしょう。ガモーラなかなか手に入んないからね。俺はね。 嬉しかった。がもう普通にあの段ボールに入って売ってた。これは嬉しかったね。中古でも。中古品が結構ね、充実ってかね、中古品ね、めっちゃ安かったよ。ほんとね、あの、なんか、相場、自分の中の相場が壊れるんじゃないかぐらいね、安かった。で、これとかやばくないあの、シルバースライダーのブラックバージョンのメガブラック。これ500円なんだけど、 メガレンジャーズ。ね、韓国語のやつで。パチモンじゃないと思うんだけど、でも韓国が半券買ってらしてるなと思うんだけど、これ500円だったんだけど、やばいよね。一応ね、レッドからシルバーまで全部出てるんだけど、今回はブラックですね。すごいよね。こういうのないんだよ、本当は。日本のメガレンジャーには。サイバースライダーはあるけど、んサイバースライダーはあるけど、これは、オートスライダー。オートスライダーに全員乗ってるっていう。これシルバーは日本でもあるんだけど、 これはないんだよね。だこれはめちゃめちゃレアだ。レアっていう俺の中ではもう神。なのに500円っていう激安。マジで500円だのうと思ってびっくりした。びっくりすぎて、同じお店でこれを500円で買ってしまったっていうね。えっと、ドラえもんとキャプテンアメリカのコラボの中国からパチモノキーホルダーで、ちょ、この絶縁テープを抜くと、こう押すと目が痛くなる光が出るって言ってた。あれどうやんだっけ あれ,ううあれ、どうやうんだっけ電気。あれちょっと待って、どうやって出ると電気つけないこれ。あれ、どこだっけボタンこれ。これ、ボタン凹んでないな消えてないまあ、いいや、ちょっと一旦置いときます。ちょっと、っとよくわかんないから。<laughs> なんかね、光った音が鳴ったんだけど、ちょっと、よくわかんなくなっちゃった。あれ、なんでどうやうんだっけまあ、いいや、とにかくこれ500円でした。はい。ちょっとこれ高かったと思うんだけど、<laughs> まあ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 、ノリで買っちゃったって感じですかね。 ドラえもんとね、キャプテンアメリカのね、このコラボはいいかなと思って。はい。やっぱ中国製だろうからね、しょうがない、これって言っても。うん、いいですね、面白い。まあ、これはね、見た目で面白い。本当に、ね、光っッ音が鳴るんだけど、多分ボタンのなんかパーツを組み込み忘れてんだろうね、多分工場でね。中国のあれだから。ま、あしょうがないね、こういうのは。で、えーっと、次がこちらですかね。ババーン。スパイダーマン、ホームカミング。これから見るんですけど、見たとき用に買いました。この3体セットが、 2000円でしたね。安い。まあ、ね、スパイダーマンの時のアイアンマンで、スパイダーマン。で、これでは多分スパイダーマンの今回出てくる敵キャラのやつかな。マーベルズバル・バルチャーバルチャーなんて名前だこいつは。名前がわからん。えー、っと、あ、裏に書いてあるぞ。うん、裏も英語だ。英語だけど、日本語もあるんだけど、多分トイザラスとかで売られてたのかもしれないけど、まあ2000円で今ね、あんま手に入んないんで、 特にこの真ん中のやつはね、欲しかった。絶対スパイダーマン見たら欲しくなるなと思ったから買っときました。で、ちょっと後ろね、もう見せなくてもわかると思うんだけど、あの、これね、手が届かないんで、あの、レッドパンチャーです。デラックスレッドパンチャーが、パーツも欠品なくて、シールもなくなってるのはない状態で、1200円っていうね、激安。本当はね、荷物になるから買いたくなかったんだけど、この値段でこの状態はね、買うしかないよ。 レッドパンツはずっと探してたから。はい、そんな感じです。かー,ーね、今回の全部。で、こんな感じです。いやー、素晴らしいですね。<laughs> いや、何が素晴らしいってね。もうね、これ、ね、もう欲しいもの全部変えた。あの、オーロチ欲しいって言ってたんだけど、オーロチ見たら思ったよりちょっと小さくて、22000っていうことでちょっと二の足踏んじゃいましたね。うん、ちょっと、あのー、うーんー、まあ、いや、すっげー出来良かったけど、 ま、ちょっとですね、他の装備とかで比べると小さくて、でもできよかったんだよな。いやーでもあれ、うーん、あれはね、今となってはちょっと買わなくて、かえー、買わなかったことを後悔してるかもしれない。他にもね、結構中古品とかパチモノおもちゃとかで、ね、結構いろんなあったんだけど、今回ちょっとパチモノに関してはね、本当はトーマスのロボットとかさ、ウルトラマンの怪獣に変形してるやつとかいっぱいあったんだけど、今回はパチモノは、このドラえもんとね、キャプタアミリカのしか買わなかったんだけど、 多分ボタンが消えてる。ほんと、ここに多分ボタンがあったなと思うんだよな。そこ押すとね、こう光ってなんか喋るんだよ、これ。あれなんかおかしい。まあ、いいか。な、そんな感じで。うん。一応ね、入場料はかかるんだけど、入場料が1500円なんだけど、まあ、もろもろね、楽しめるし、買い物とかすると、うん。まあ、もう全然入場料気にならないと思いますよ。あの、ほんとね、 思った以上にフリーマーケット感が強かった。うん。なんか、もっとイベントだからさ、なんかやばい感じになってんかなと思ったんだけど、なお祭り的な感じかなと思ったんだけど、お祭り、うん、お祭りっちゃお祭りなんだけど、お祭りっていうか、まあほなんかね、俺がイメージしてたよりもフリーマーケット的な感じで、すごい楽しかったです。はい。ほんでね、フリーマーケット、室内フリーマーケットって思った方がいいと思う。結構、なんか、フェスティバルっていう感じよりは、フェスティバルなんだけど、フリーマーケットをイメージした方が行きやすいと思う。 結構フェスティバルってことでさ二の足踏んじゃいがちだけど、行ってみると結構楽しい。まあもちろんお祭りみたいなのもあるんだけどね。こういう、なんか、カメラで靴役の人とか来てたりとか、色々あるんだけど、うん。一応ね、今回僕ね、スーパー戦隊のね、あのー、役者さんに一人会いました。あの、お忍びで来てたから、ちょっと名前とかは言わないけど、な、ね、何レンジャーのね、何色とか言わないけど、レッドと会いました。<laughs> 偶然、俺が買い物してるところにちょうど来たから、 ってなったけど、まあまあまあ。写真とかはね、もちろん、そのん、言わなかったけどね。その、ゲストで来たわけじゃないからね、その人は。仮面ライダー X としとかは、この人たちは、ちょっとゲストで来て、トークイベントをやられてました。はい。そんな感じでね。まあ、今回ね、買ったもので、やっぱね、感動するのは、まあ、一応ね、あの、この辺の、メーカーさんですかね、やっぱ。が、やっぱいいかな。これ辺がやっぱ、嬉しいかなっていう。まあ、全部嬉しいんだけどね。ガモワールとかもね、やばいしね。 これ、うん、みんな、やばいけど、みんなやばい。みんなやばいっす。やばい。いいね。ただね、このおもちゃに出会えたことは今回一番の収穫かな。このアブローマルトイズさんこれからチェックしていこうと思います。まあ、一旦遊んでみてるからだけど、あれね、感染がすげえ赤か,か,かったんだよな。こういうの俺作りたいなと思ってて、3D プリンターで作ったんですよって言ってて、いや、俺も作りたいなと思ったって思った。うん。でね、この、まあ、ちょっとこれ見てみようかも、まあ。実はもうこれ手に取れるからすぐ。はい。 これバナンガです。ああ、いいね。やっぱアマプロさんの装備いいな。初めてじゃないけど、初めてじゃないか。俺よこ考えたらアマプロさんの装備いくつか持ってるわ。この、この子とかね。でもまあ、このバナンガとかね。持ってない子いっぱいいるんで、まだ。ねえ。もっとね、いろいろ、あの、昔、昔に結構アマプロさんの、ね、やつでね、いいのが欲しいのがいっぱいあるんだけど、古いやつはあんまさすがに出てなかったのかな。か最近の新しいね、怪獣とかもいっぱいいたんだけど、結構安いんだと、アマプロさんのは。 へえ、これよくできてんなーっていうか、味があるわ。素晴らしい。バナンガでしょあ、アマプロさんのあれも入ってるね。カード。カ、カードなんだ。いいね。こういうカードになってると、僕みたいに入れ物すぐ捨てちゃう人でも、カードだったらファイリングできるから、いいですね。うん。やっぱその、魚ョとかも、いいけどね。魚ョスジラーも、なんかタコとか色々なんか目移りしたんだけど、 うん。やっぱ、一番、うん、僕が欲しかった、中トロを、とりあえず買いました。ちょっとね、ベタかなとも思ったのよ。ここは、ただかね、うなぎとかもあって、変化球いった方が面白いかなとか思ったんだけど、ちょっと、うん、やっぱ一番欲しいの選んじゃったな。マンモスとかもいいでしょ。マンモスとかね。でこのヘドラとかも y m s f 系はいいよ。本当に。海外の人とか結構好きな人多いみたいだけど、もうちょっと日本でも広まってほしいと思うんで、ちょっと僕がね、あの、 頑張って広めますよ。IMSF の良さを。装備の良さをね、うん。でね、本当はね、動画映えするから、トーマスのロボットとか買おうと思ったんだけど、なぜ買わなかったか。中国のパチモノ玩具的なの。みんな安いんだよ。めっちゃ安い。2000とか3000とかなの。トーマスロボ2000だからね。なぜ箱がでかいんだよ。軽いんだけどでかい。あーと思って、ま、ま、あずでかいっていうのがもう、 こんだけ持ってるだけであれだから、でかいっていうのがあれだったのと、もう一つは、やっぱりあの、変形玩具なんで、変形玩具苦手なんですよね。そういう意味でもうなくなく。だからもうパチモノはこの変形しない、あの、キャプテンドラえもんにしました。これいいよね。壊れ、壊れてるけど、いいよ。壊れてるけど、いいよ。これいい、いいでしょ、これ。これだけで一本の動画はちょっと厳しいけど、これはこれからちょっといろいろ使っていくる。これ欲しかった、やったー、ごめん、欲しかったわけじゃない。知らなかったけど、うん。 いいよね。で、このもね、ほんとね、箱なしで藤岡博さんのこの装備でほんと4000円で買うよ。ってぐらい。これ、サインとかあるのも,もちろん嬉しいけど、それサインも箱もなくても4000円でいいぐらい,い,い、かっこいいんですよ、これ藤岡博さんのやつで。ほんとね、あのー、ね、あの、ブースで見たらね、実物で見たらすげえ、わーっと思ったから、うん。他にもね、中古品でいいのいっぱいあったんだよね。怪獣消しゴムとかが、まとめて500円ってあったんだけど、 一回ちょっと後で買おうと思って、次来たらもう無くなってたりとか、あと大和のアローチのね、装備とかで500円になってるやつとかあって、俺が前買ったやつね。あの、剣がなかないんだけど、500円になったりして。あとね、あの、まあ、これはちょっと、あれなんだけど、あの、上津和夫さんの漫画の、14って漫画に出てくる、チキンジョージの、なんかチキ、チクチク遊あの、歩く。 あの、おもちゃが1500円で新品で売ってたんで、あと他にも何種類があったんだけど、それね、買わなかったんだけど、売れちゃってたんだよ、売れちゃったんだよ、その後にしょまあ、買わずに、何回か見てて、何回か見てる間に売れちゃったんだけど、まあ、買わなくてよかったなとは思うんだけど、あの、チキンジョージのフィギュアがまずすげえ欲しかったのはそうなんだけど、正直、1500円で、まあ、このくんぐらいのチキチキあ、あ、ね、歩くやつで、で、箱はいらないからもっと安かったら買ったかもしんないな、うん。 とか、あとは、梅津和夫ウルトラマン系のね、そういうとか7000円でみんなありましたね。ウルトラマンと、あとね、梅津和夫ウルトラマン、あと梅津和夫バルタン、あと梅津和夫、あれなんだっけな、ケムル人じゃなくて、まあ宇宙人系のやつがいったいいましたね。全部7000円でした。でもまあちょっとそれはね、今回はするということで。うん。いや、今思えばね、オーロチも買,買えばよかったかなとか思うんだけどね。あとね、あのー、 ドリームロケットさんのね、ブースにね、いい装備いっぱいあったんだけど、やっぱね、あの、なんていうの、お腹いっぱいになっちゃったのよ、これでもう。あの、後半に大物は残しとこうと思って。こう見てる感じ、結構高、お高い系の装備は、そう簡単に売れ切れなかったから、まあ最終的に売れ切れなかったし、3時ぐらいまで。で、まあ売れないなと思ったから、ね、売り切れることはないなと思ったから、他を回ってたんだけど、 ねえ、こんだけギャットするとほんとお腹いっぱいになりますよ。普段だったら買ってたものもね、買わなくなっちゃう。ほんとに。もういいやもう今日はいいやってなっちゃってよ、ほんと申し訳ないな。もっとね、買えよかった。いやー、嬉しいねー。なんだっけ、この子の名前。忘れちゃったっけさっきはで覚えしたのにな。いいでしょう。ほんとはね、このヘドラね、まあ、 買うか買わないか微妙なところだったのよ。マンモスは買う予定だったんだけど、これ実物見たらマジいいから、マジで。ちょっとね、今ライティングの感じが微妙なんだけど、あとフィ、まだ、ね、ビニールにも入ってるけど、あれなんだけど、めちゃめちゃいいから、これ。はい。ということで、まあまたね、個別でレビューしていくんで、もう話し始めたら気にないんでね。あと、感想とかもまたね、いろいろまとめて話したいと思います。ということで、この動画がったらと思ったら、ぜひ、評価ボタンお願いします。チャンネル登録やコメントもお待ちしておりますして、 まあね、皆さんぜひね、コメントでいろいろお話ししましょうね。この、この辺のスイフェスについてね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ